皆様、こんにちは。2021年10月、北海道は室蘭の近く、室蘭本線の埼森駅に来ています。今日はここで列車を撮影してみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。早速なんですけども、駅は高架になっているんですが、駅舎が見当たらないんです。コンクリートのところに埼森駅と表示されていますね。少し構造が変わっている駅ですね。さあ、散策してみたいと思います。ホームの方に向かってみましょう。階段を登ってホームに向かいます。結構急な階段を登っていきます。登ったらどんな風になってんだろう。楽しみです。階段を全部登りましたら、駅舎や待合室はないようです。そのままホームに向かうようですね。手前側の階段が伊達門別長万部方面、そして奥の階段が東室蘭方面となっています。では手前の伊達門別長万部方面のホームに行きましょう。いや、ここも急な階段になっていますね。潮風に浴びているからでしょうか。鉄筋がところどころ錆びついています。さあ、ホーム到着しました。埼森駅は無人駅となっておりまして、2面2線のホームになっています。ホームが終わるとすぐトンネル。いやー、秘境駅の小幌駅を思い出しましたよ。結構トンネルの近くまでホームがあるので、トンネルに近づけそうです。かなり景観良さそうですね。列車が来るのを楽しみです。埼森駅の駅名標もかなり錆びついています。腐食が目立っています。時刻表を見てみますと、かなりの本数止まっているようです。1、2時間に1本のペースで走っているといったところです。先ほどとは反対の伊達門別長万部、そして函館方面にカメラを向けてみました。いやー、こちらの景観も素晴らしいですね。埼森駅は両側トンネルに囲まれているという駅なんですね。初めて知りました。まさにこの先にある秘境駅の小幌駅に似ているそんな印象があります。ここはトンネルとトンネルの間の駅ですので、特急列車で通過時は気づかずにこの駅過ぎてしまうのではないでしょうか。ホームがとっても狭いので、高速で通過する列車を撮影時には注意が必要です。気をつけて撮影したいと思います。ホームから見える下の景色は、ちょっと怖いですね。あ、でも海の景色とても綺麗ですね。さあ、まもなく特急北斗キハ261系1000番台が通過しますので、スタンバイしたいと思います。トンネルを出てカーブでホームに入ってくる感じがとってもいい場所ですね。なんか長いなと思ったら9両編成でしたね。これはラッキーでした。あっという間に駆け抜けていなくなってしまいました。特急北斗、キハ261系1000番台です。今度は先ほどとは逆の東室蘭方面のホームに立ってみました。こちらのホームに立って分かったんですが、ホームの下、空洞になっていますね。これちょっと怖い感じがしました。このアングルからでも結構綺麗に列車を撮影できそうですね。いやー、楽しみです。先ほどの長万部方面のホームに戻りまして、トンネルの近くまで移動してきました。特急北斗キハ281系が高速で通過していきます。トンネルから出てくる姿、めちゃめちゃかっこいいですね。DF200 が率いる貨物列車が通過していきます。2021年秋の埼森駅。ご視聴いただきましてありがとうございました。